まあ、苦しい決断であったでしょうね。ジャイアンツをちゃんと背負った4番を今やってると。4番が相手のピッチャーに抑えられて打てなかったら諦めるんです。江川卓の高され。今回は巨人の4番について最近の話で、はい、まず第91代4番に中田選手が抜擢されまして、うんうん、はい、まあ、岡本選手が6番とか5番に外されてるんですけども、はいはいはい、この辺のどういうふうに見てるっていうのを、そうですね、原さんが岡本さんの打撃をずっと見てて2割5分切るまでは我慢してましたよね。で2割4分ぐらいになってから上がってこないのを見て、これ苦しい決断だったでしょうね。あの岡本君を、うん、4番から外すという決断はジャイアンツにとっては大きいでしょうね。打順を変えるわけですから4番を変えるってのはすごく大きいですからね。でそれと同時に、その後に4番になった中田選手の調子が非常にその時は良くて、で中田選手はもともと4番バッターですから日本ハムで4番を打ってたので、中田選手は4番を打ってる時は生き生きしてますね。あの今の打席を見ると、うん、ジャイアンツをちゃんと背負った4番を今やってるというふうに思います。やっぱり自分が操縦打順じゃない時は責任を負うって感じじゃなかったですけど、やっぱり4番になるとあの試合をやっぱり背負いますから、そうなると感覚が変わって昔の4番の感覚が、まあ、戻ってですね、今は野球をしてるって感じにしますね。岡本選手の心理的な影響とかこの辺はどうでしょう。まあ、それはもう2割4分の4番だったら変えられても仕方がないなというふうには思ってるけど、うん、それは当然心の中ではもう一回4番に戻るぞっていうことで、気持ちはあるでしょうね。なくなったらもうプロ野球でできませんから、その強い思いはあると思います。抜き返さなきゃいけないんでね。打順とか置いといて、じゃあ岡本選手の気持ち的には別にそんなに悪いことではないっていうことなんですか。いや悪いですね。それはやっぱり4番から外されるんですから、それは何よりも悔しいと思いますよ。悔しいけど2割5分切って4番ではやっぱりチームは勝てないですから、で まして今負けてるわけじゃないですか。だから責任は感じてると思いますね。すごくそのぐらい4番とほら主軸のピッチャーって重いものを持たされるから、その責任感はほら掛け声は言葉は多いけどさ、来ると言葉は多いけどちゃんと喋るじゃん、ちゃんとしたことは言うじゃない、べーって喋るけどね、だけどちゃんとしたやっぱ4番の意識があるじゃないですか、話聞いてみるとね。ああいうものってみんなどこの4番でもあるんですよ、やっぱ持ってるもんですから。それはやっぱり自分が打たなかったら負けるっていう、それはもうそういうものをみんな持ってますよね。打順を下げられてからの岡本選手はどうでしょうか。変わらずやってると思いますね。ただその面白いのは岡本選手が4番から6番になったからって言って6番でバッティングをしてないっていうことですよね。普通はするんですけどね。でもずっと4番で来てるから自分の感覚は6番も4番の感覚で打ってる感じがしますけど、うん、7番につなげようってバッティングはしてないですから、4番のバッティングをそのまま6番で打ってるっていう感じに僕は見えますけど、だから変えてないから いつ戻っても4番になるようにっていうバッティングしてるから感じに見えますけど、それはいいことなんですか悪いことなんですか。いいことか悪いことか、なんで物事を是非で捉えようとするのそれはなんか戻りたいという気持ちで変えないでいるんでしょうね。変えてしまうとまた4番になった時にすごくまたもう一回やり直さなきゃいけないんで、大変な作業になるっていう感覚で考えているんだと思いますね。でチームとしては変えてくれた方がいいですけどね。だって6番なんだから4番、6番に4番のバッティングがあるのも困るんですから、チームとしては変えてほしいけど、岡本さんは変えちゃうと4番に戻った時にもう一回やり直さなきゃいけないから大変なんですということですね。だから是非の問題ではないですね。なんとなく中間の話、どっちもチームとしてはこっちですけど本人としてはこっちでしょっていうのが答えですね。あとはもう打線で考えた時に、はい、岡本選手が今下位にいるっていうのは他球団から見るとどういうふうに思いますか。まあホームランがありますからね、6番に入ったらそれなりに怖いですけど、まあ、6番でその逆に6番にやると7、8、9っていう打順に回っていくので、まあ、ピッチャーから考えれば6番で相手危なそうだったらショートしなくていいっていうことですよね。塁貯めても9番までいけばピッチャーですから、そういう考え方は持てちゃうんで、4番で岡本さんに当たるよりは僕が考えるんだったら気は楽ですけどね。ホームランのないところに投げてもいいから、で振ってくれればいいし、振らなかったら別にフォアボールでもいいやって、7、8、9ですから満塁になったってピッチャーですからね、という考え方は僕は持ちますけど、みんなそう考えるかね。僕ちょっと特殊だと思いますんでね、ちょっとあんまり
こういう風がいいよって言えないもんですから。でも感覚としては投げる方の感覚としてはホームランだけ避けるところに投げていくと思うよ。だからあんまり別に勝負しなくてもみたいな。4番でそれやっちゃうと今度5番6番にいるからね、結構対応点になっちゃうんですけど、6番だったらそれでできるかなというふうにピッチャーは考えますけど、逆にクリーンナップあたりでピンチを作った時は、うん、勝負を避けたら後ろに岡本選手がいるっていうのは怖い、うんうん、怖いけどそういう時は安心のためにバックスクリーン見るんですよ。バックスクリーンに何があるかっていうと打率が書いてあるから、241とか見ると安心するわけ、はあ、2割4分だら打たれねえなと思うわけで、これが322ぐらいが書いてあると危ないと思うんですよ。でシーズン前半は1とか2とかでいいんだけど、これホームランが35とか40って書いてあるともうドキドキするんですよ。ほうでギリギリ投げ寄ったフォアボールになるし、勝負しようと思うとホームランになるような気がしてピッチャーはみんな思うんですよ。僕はないですよ、ちょっと変わってるからね。普通のピッチャーの感覚、後ろ見るとそういう見ると後半は特にこういう大事な時はそれを感じるんですよ。打率の表示とかホームランとかは打点出てないんだよね。今出るところ、多分球場によって出るところもある。多分それはもう打点も出ちゃったらピッチャーに不親切だよね。余計怖いからね。100打点とかだったらね。はあすごいなって、ね、あのチャンスに強いバッターと思った。だからそういうの常に見ながら投げてますね。まあその前に見ながら投げてるって確認なんですよね。試合の前に当たってるかどうかの何試合かとか。それからスコアラーから全部提供されたものとか映像を全部見て入るんで、だから大体こんな感じかっていうふうに分かって入るので、そういう時になったらこう投げようっていうのを決めてもう言ってますけどね。その確認で一応確認しますけど、ちょっとバックスクリーンみたいなそういう感じなんですよ。で確認して、あ大丈夫、2割4分ね、はいはいはいとか1割8分あ真ん中投げても大丈夫じゃんみたいな感じでいるんですよ。ピッチャーって1割8分バッター出てきたらもう本当にいいとこに行くのよ、ビシビシ行くのよ。バッターがえこんなボール打てないよっていうところに、やっぱり3割超えてるバッターだとビシビシ来ないのよ。甘いところに中に入っていったり全然ボールになったりするのよ。投げる方が緊張するからね。それだけ違うもんですよピッチャーって。僕はないですよ。はい、あるってございます。はい、今まで の, その巨人の4番で言うと、うん、1000試合以上で4番を張った人っていうのが4人いるんですけども、これは分かります。問題ですね。問題です。もう王さんですね。はい、王さん、川上さん、はい、1000試合、1000試合以上、1000試合ってことは130試合だから6年以上ぐらいだよね。7年ぐらいか、7年ぐらい4番であった人。あ長嶋さん微妙なんだよな。王さんと長嶋さんって3番打ったり4番打ったりしてたら、まあ、そこ微妙ですね。独り言ですから。2人当たってたのね。2人、はい、原さんが入ってっから、はい、もう一人なんでしょ、問題はね。もし王さんよりも多い、王さんよりも多い、あ、はい、4番にした私そうするともっと古い人だね。今日一番難しいよ。誰だ、巨人の4番、巨人の4番、巨人の4番、なんでこんなこと考えたの。これ絶対中川さんじゃないから。中川さんって答えたら面白いところなんだけど、中川さんじゃないから分からない。長嶋さんです。さっき言ったよね、長嶋さん微妙だなっていう感じで終わってます。あ、そっか、はい、長嶋さん微妙なんだよな。独り言ですこれ。あ、じゃあ長嶋さんと王さんがほら、あの3番4番で交互に打ってたからもしかしたらと思ったんだけど、ちょっと足らないかなと思ったの。1000試合、1000試合でしょ。長嶋さんは1460試合。あ、なんでかっていうと、後半は王さんが4番のイメージが、ホームラン王を868本打ってるでしょ。その頃の手前は王さん4番がすごい多いんですよ。でそれまでは長嶋さんが4番打って王さん3番打ってたんですよね。だからそういったことになってると思います多分。だから最初から3番4番交代じゃないんですよ。昔は長嶋さん4番で王さんが3番だったの。それが長嶋さんが3番になって王さんが4番に変わったんだと思う、途中からね。多分そうだよね、そんな感じだと思いますね。その4人だけなんだ、選手ってすごいね、原さんね。あとは松井さんが470試合、清原さんが297試合、うん、高橋由伸さんが142試合、うん、中畑さんは219試合。中畑さんはいいです。安倍さんも打ってるね、150試合ぐらい。安倍さん
阿部さん505試合、505試合多いじゃないですか。やっぱり巨人の4番が背負うものとか、巨人の4番っていうとどういう人がなるの？僕らはピッチャーですから、4番が相手のピッチャーに抑えられて打てなかったら諦める、自分が点数取られたら負けっていう意識ですね。だから対戦するときはいつもスコーラーに言って、その相手のバッター研究してますって言うけど、プラス相手のピッチャーがどのぐらいの力があるかっていうことを考えながらマウンド登りますから。だから僕らの時代は北別府だとか遠藤だとか、ヤクルトは梶間さんだの安田さんだの松岡さんとか平松さんとかもいたのかな。それから阪神も行っとかないとね、江本さんとかいっぱいいたね中日は小松さんとかね、小松さんとか、高松さんはリリーフだからね、阪神ですよ。パシフィックは割愛します日本シリーズしかやってないので、当時は。だからその我々はそのピッチャー誰かによってやっぱり点数を取れるか取れないかって考えるので、それで大体組み立ても変わってくるっていうか、ランナー溜まった時にある程度いけるかなとか、もう取られたら無理かなっていうこともありましたね。だからいい時の北別府が先発だってカープ強かったから広島球場で負け越してるんでしょ。だからそういう時はもう2点取られたら負けかなとか思うわけですよね。で3点取られたら諦めても、あいや負けだって言って西本君はもう投げるわけでしょうけどね。そうすると逆転するのよ。そんなの勝ち投手になるのよ。俺はもう諦めるからですね。自分の中で計算2点まで3点取られたら、もういいや、無理無理無理みたいな。いうことはよくありましたね。今日は巨人の4番ですね。4人しか選手や以上いらっしゃらないことで、もう大変な重責っていうか、本当に大変な仕事だったんだろうと思いますね。これはやっぱ絵に例えると名画っていうことになるわけですよね。僕らはねすごい絵を描いて我々見て感動するわけですけど、やっぱり試合の中では4番が感動させるっていう、ホームランとかものが一番やっぱり野球では面白いわけで、三振よりもホームランですから、うん、渡り立ちたちが言うのはなんですけど、そういうことなんで、今回はですねその名画を描いている画材ですね、いろんな、画材が必要だと思うんですけど、そういう関係の皆さん、ぜひ素晴らしい絵が描かれるために、そういうのを提供していただいているので、ぜひですね我々のこういうそういうことも面白いよっていうことをお伝えするためにこの YouTube をやらせていただいていますので、ぜひ画材の関係の皆さんはボタンを押していただけると大変ありがたいと、名画がどんどん誕生するという思いで、ボタンの方よろしくお願いいたします。今ので名画の何が好きとかって話し始めるとまた長くなるじゃん。これ喋れねえなと思いながらね長くなっちゃうからね、本編より長くなっちゃったりするからねで、そうやってなんだよこれ、この YouTube ってチャンネル登録半分喋ってんじゃねえかあっていいのよ、そういうのやったしないんだからやったことないことやるのはいいの